こちらがライドシェアで使われる車両です。もともとタクシーだったものを改造しています。上にあったアンドンは外され、表面にはタクシーという表示一切見当たりません。代わりに青く光るライドシェアと書かれた表示灯やフロントガラスには許可証が設置されています。明日、道内で初めて日本版ライドシェアの事業を始めるのは、札幌のタクシー会社オクト交通です。 北斗交通では4台の事業認可がおり4人を採用しました明日はそのうち自家用車を使う一人が午前1時から稼働します注文いただいたその需要になかなか応えられないとそれを何とか改善しようということで始まった取り組みで日本版ライドシェアはコロナ禍での離職や高齢化などによるタクシー運転手不足解消のため タクシー会社の運行管理の下、一般の人が自家用車などを使い、有料で客を運ぶものです。札幌県では土曜と日曜の午前1時台から午前4時台に限り運行が認められています。まずはあの無事故で快適にお客様をお送りするという、これをまず第一番に考えて、 私たちはあの町民さんとともに取り組んでいきたいと思っております北都交通では残る3人が現在研修中で来月には稼働の予定です札幌県では55台の運行枠があり27の事業者に認可が降りていますでは仕組みを見ていきましょう配車はタクシーアプリを使います アプリでは通常のタクシーのみかライドシェアでも構わない二つを選べます。ライドシェアでも構わないを選ぶとライドシェアの車両が配車される可能性があります。行き先の指定や支払いもすべてアプリで行います。現金の支払いはできません。